はい、どうもカリエです。今回は降臨イベントの動画でございますが、追走の降臨が4つ同時に、来てますよね。でそれを1個ずつまあやっていこうかなと思ってるんですけども、まずはまあパブロフ、追走パブロフの降臨でございます。そうですね、3フロアあってやっとここまで来たんですけども、まあ、とりあえず入りましょうか。俺完全に初見なんで、先制攻撃あるかとかアクティブスキル封印あるかとか全然知らないんですけども、一応ねノーマルスキルダメージが 75% 減っていうボス特性がついてるみたいなんで、今回ちょっと、まあ、神級っていうこともあったんで、ちょっと遊び感覚で久々に村村姉妹のカウンターパーティーを、連れてきました。行きましょう。いや久々にこれ使うな。リンクも結構そのままにしてたから、まあヨハンね、リンクとか悪魔ホムラリンクされてるので、カウンターがガンガン入るっていう感じのパーティーなんですけども、とりあえず村正のリーダースキルだけ一応再確認しておきますか。まあ、モノ族のヒットポイントが 2.5 倍と攻撃力が2倍で、さらにノーマルスキルとヒールスキルがどちらも成立していないと攻撃力3倍なんで、何もしなければとりあえず攻撃力は5倍なんですよね。何も攻撃しなければはい。で今回フレンドさんにエンキル連れてきました。魔物族のね、シフトが入っているユニットで、でまあの、まあ、条件の方は完全に無視でいきますね。カウンター持ってるんでこれを使っていこうかなと思っておりますが、どうしようかな。とりあえず何もせずに一回放置してみますか。はい、あ来た攻撃。おーまあ普通に入るぐらいかなるほどね。じゃあ一回ちょっと、ああさっきエンハンスじゃ使えばよかったね。どうしようかな、呪毒にしとこうか呪毒にしといてちょっと回復もして、攻撃多分そんな食らわないと思うんだよな。ちょっとばかし本気を出すか。あ本気出してきた。本気出すとこっちも本気出されるどうしようかな。一回じゃあ3ターンの間、味方叩き全体が受けるダメージ 1.5 倍にしてみますか。でちょっとダメージもあれなんで回復もしつつね、ちょっと回復で整えた方がいいのかな。さあこれでどんな感じでしょうかね。あー結構食らうな。ちょっと待って、何もしない状態ができないかもしれないまあいいや、普通にちょっとヒールスキル打っちゃうことになるけど、いやでも全然いけそうな感じはするけどね。おお食らわされると食らわされるほど相手を食らわせるよ倒しちゃったはい、あこんな感じで結構余裕でいけそうですね。うんカウンターも結構ギリギリだったけど割とまあいけそうな感じでしたね。うんはい、ということでパブロフ、カウンターのみでなんとか倒すことができました。ありがとうございます。じゃあ次はロージン行こうかな。うん、じゃあ行きまーす。あどうしようかな、さっきパブロフの、あまあいいか、それ最後でいいか。ステータスは最後に、まとめてみちゃいましょう。はい、続きましてロージンの追走ロージンか、の降臨に来ております。水とアクアリアですね。はい、で今回は、ボス特性が 2.70 以下のレートじゃないと、ノーマルスキルダメージにあんまり通らないみたいなんで、今回は全て、オリエンスに、火力を全部振ろうかなと思ってまして、この一発にかける感じでいきたいと思っております。アクティブスキル使えたっけ。一応公式でもね生放送で降臨やってたけど大丈夫だね。70以上、あそうそう、レートが70以上、 2.70 以上だと 75% 減になっちゃうんですよね。で、アラームなっちゃったとりあえずね、全員の、エンハンスをガンガン使っていこうかなと思っております。あひなぎく以外は使っていこうかなと思ってるんですけども、何ハンズ以上だ、8ハンズ以上、8ハンズ以上打つと、2.70 以上のレートになってしまうので、それ以上いかないようにしたいと思います。まず、
ニコラスのクルエルナイトで妖精族の 2.5 倍エンハンスと全部回復変換ですね。で活属性の攻撃力 2.5 倍ですね。で相手が受けるダメージを 1.5 倍で、ひなぎくはスルーしての、フループルーフ使って味方全員の攻撃力2倍で回復を4枚をブーストに入れて風1枚をここにまた組み込みます。であとはコスモか、コスモの闇属性攻撃かもしくは回復の、ルシアンブルーですね、どっちかを決めて4属性成立なんで、それで火力が多分ねオーリエンスの火力が最大限に生かされると思うんですけど、いきます。ここ、風入れるでしょ。でこれで OK かな。これで6ハンズ、はい、もしかしたらここまでやらなくてもよかったかもしれないけど、まあ最大火力出たかなっていう感じですね。はい、途中でアラーム鳴っちゃいましたけど、ここもまあ簡単でしたね。いけそう。もしかしたら今のでも 2.70 以上のノーマルスキル入っても今のエンハンスだったらもしかしたら貫通できたかもしれないですね。うん、はい、続いてティターニアの降臨いきましょうかね。はい、ということで、ティターニアの追走、のクエストに来ております。今回ボス属性は3属性以上出すとノーマルスキルがまた 75% 減、ってことになるんで、単色で闇属性で来たんですけども、今ここついてから気づいたんだけど、もしかしてティターニア割合ダメージ飛ばしてくるかな、先生で。50% 以上の割合ダメージ来ると、一撃あるな、これ。やばいかもしれない。じゃないことを願ってとりあえず行こう。先生なしがいい。おお、よかったねーわ、よかった。一応ボス属性ちゃんと見ましょうか。3属性以上だとマイナス 75% 減で、ダメージアップエース使用時、まあエンハンスを使うと味方のパネル確率の PS が無効になってしまうんですけども、これあ、そう。で、これ、ガンダム、田中ガンダムですね。先日投稿した弾丸論破のスクラッチの動画の後に、実はちょっと引いちゃいました。結局引いてたんかよっていうね。まあ、この田中ガンダムのデバフのダメージが、闇属性ダメージ2倍になるっていうやつ、これ打ってもなっちゃうのかな？どうなんでしょうね。ちょっとそれ確かめたくて連れてきたんですけども、一回打ってみましょうか。敵全体が受ける闇属性ダメージ2倍発動。あ、なるのか。一緒だな。あ、じゃあやっちまったな。まあいいか。もうなっちまったもんしゃあないから、もう全開でいきたいと思います。ロンギネスの槍、2段の闇属性全員の攻撃力が2倍になって、敵から受けるダメージは 100% 減らす。で、意識イロハですね。俺がいるコラボの。闇属性の攻撃力 2.5 倍。神級でここまでやる必要ないけどな。で、全部の場を、全ての場をクリアして闇パネル2枚ずつセット。で、あとはチャッピンの PS が、あ、もう大丈夫だな。あれですね、21ハンズ以上だと 1.5 倍の攻撃力になるので、いきます。あとはもう適当にハンズ数だけ足していく感じでいくか。意識イロハのリーダースキルがね、4パネルスキル成立させると 1. 攻撃力 1.6 倍になるので、田中ガンダムの貴様の魔力はせいぜい5だっていうやつを決めていきたいと思いますので、ここに1、5、ここ3枚いっちゃおうか。いきまーす、ほい。あー、もういいか。これでいけるでしょう。やりすぎだ。神級だからここまでやる必要ないな。全然。はい、あ、ドロップしなかった。ちょっとこれまた後でドロップしてからステータスまとめて見るときにね、見ていきましょうか。はい、ということで最後に、バルプルギスですね、最後行きたいと思います。行きましょう。はい、最後に追走バルプルギスの、クエストに来ております。パーティーはね、今トレンドの、ジュリエット艦隊パーティーでございます。フレンドさんがね、ちょっとたまたま、ジュリエットいなかったので、今回はクローリーで来たんですけども、行きたいと思います。今流行ってますからね、ジュリエット艦隊は。はい、そういう
ということで、先制攻撃なかったですね。でボス特性なんですけども、ティターニアとあんまり変わってないんですよね。でさっき俺ティターニアの降臨の時に、ちょっといろいろ間違ってたんですけども、敵カウンターアクションのところでダメージアップだったじゃないですか。あれこそあれだったんだよね。あれデバフ打った時の、アクションだったよね。こっちは攻撃アップエース使用時って書いてるんで、こっちの攻撃力上げるとこのカウンターアクションが発動しますよっていうやつだったんですよね。ちょっと逆で勘違いしてました。失礼いたしました。はい。でこれの場合はこっちでエンハンス打つと、味方の状態異常クリアと封印が、来ますんで、まあジュリエットの竜族のエンハンス使えないですね。はい。じゃあなんで来たんだよこれで。でクローリンのビューティフルワールドだけ一応打てるので、打っちゃって大丈夫っていうか、いやなんか倒しそうだな、ちょっと怖いから普通に攻撃しちゃうか。で行きたいと思います。普通に4枚入れていこうか。はい、どうこれで。あ、まあまあ普通に食らう感じで。はいはいはい、これでもちょっと攻撃食らうとちょっと危ないな。まあそんなもんか。はいはいはい、なるほどね。じゃあちょっとビューティフルワールド打っとこうか。やっぱりこれで、あ、そのもんね。オッケーオッケー。まあ相手の攻撃力下げたので一旦、ちょっと回復しつつ光パネルを貯める。うん、いい感じ。よし、これでいこう。オッケーオッケー、全然食らわなくなったね。いきます。5パネル入れてもいいな。うん、いきますね。オーケー、さっきより攻撃できてるね。多分これで倒したかな。オーケーですね。はい、まあ、今回神級だからね、同盟禁止がないから、こうやって自由なパーティーも、使えるっていう感じでしたね。ありがとうございます。はい、ということでティターニアとバルプルギスだけドロップしなかったですね。ちょっとドロップしてから、今からステータス紹介だけちょっと見ていきましょうか。ステータス紹介っていうか、まあ見ていこう。はい、ということで、4体の氷ユニットをゲットすることができましたので、1体ずつ、ステータス見ていきましょうかね。まずは追走パブロフからですね。リーダースキルが追走の炎祭、味方の炎属性に人間ユニットのヒットポイントと攻撃力 2.5 倍と、さらにクエスト中の水パネルの全て水炎パネルになる。めちゃくちゃ強いですよねこれ。まあシフト3なんで、数字的にはまあ今の環境だとめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけども、でもこれ普通にドロップできるユニットとして見たらかなり強いですね。でアクティブスキルが場のいずれか1箇所をクリアし炎パネルを5枚セットする。これもいいですね。ノーマルスキルに見てもらったら分かるんですけども、ファザーズブローっていうのがあって、新しくね、新しい倍率の超極大ですね、が出てきました。これが、アクティブスキル1回発動するごとに、起動できるということなんで、非常に、バランスの取れたステータスなのかなっていう印象ありますね。イグナイトも普通に2パネルで大ダメージだから、全然いい感じに使えるような気がします。うん、リンクパッシブが数パネル出現率が 10% 下がるか。まあでも全然ベースでも貼れる感じですね。うん、で続きましてロジンですね。水素ロジン、水人間族ですね。リーダースキルが水属性人間族のヒットポイントが 2.5 倍、攻撃力2倍なんで、ちょっとパブロフよりも数字は落ちましたね。条件も特になしですね。で、ただアクティブスキルがストロングレインズ、味方の人間族ユニットの攻撃力に 1.5 倍と、ノーマルスキル1がティアドロップ、水2枚でヒットポイント 10% 回復か。おー、まあここまで見たらね、まあエンハンス以外は結構回復系の感じかなっていう印象ですね。あとはパッシブスキルもそうなんですよね。パネルバリアでスクラッチで出てくるロジンよりもパーセント高いんですよね。水パネル1枚につきダメージ 12% 減らすなんで、
結構いいですよね。これベースでパネバリ張るんだったらかなり優秀なユニットなのかなって思います。うん、でリンクパッシブがかなり下がるんですね、これね。リンクパネルバリアが1パネルにつきダメージ 4% 減らす、なんで3分の1になっちゃうんですね。うん、まあパネバリ要因として持っていくんだったらベースの方が、いいのかなっていう感じかな。うん、はい、ということで、次が、追走ティターニアですね。ティターニアとバルプルギス全然落ちなかったんだけど5、6回回ったんだが各クエスト全然落ちなかったですね。でチャームも落ちなかったから結構苦戦しました。一応見ていきましょう。リーダースキル、妖精族のシフト3ですね。これも使いやすい感じですね。普通に、再生前のビビアンと同じリーダースキルですね。うん、でアクティブスキルがアフェクションエール、ヒットポイント1になるんですけども、割合ダメージで 35% のダメージ与える。いいですね、かなり減らすな。これ普通にカナンと同様のパーセントの割合ダメージですね。まあ、1ポイント1になるのはちょっと辛いところですけどね。でノーマルスキルがレイズ、光2枚で特大ダメージ、単体特大ダメージですね。で、2がフローリア、光と、回復パネルで大ダメージ、全体大ダメージですね。で場のいずれか2箇所に回復パネルを1枚ずつセット。これいいよね。ブーストスキルかなりいいですよね。光と回復2枚で、2箇所に回復パネルを1枚ずつセットなんで非常にいいですね、これね。ブーストにだからこれ2枚ずつ、光2枚と回復2枚入れれば 4枚セットされるのか、ランダムで。めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃないですか。だからまあブーストアップ系のユニットをパーティーに入れておけばかなり使える気がするんですけどね。非常に優秀。リンクパッシブはまあ 2% 上がるなんで、まあベースの方がどっちかというとおすすめかな。うん、これはちょっとチャームを上げていきたいな。ただドロップしなかったからちょっとしんどそうだな。で、最後が追走バルプルギスですね。うん、闇魔物ですね。魔物族の、シフト3ですね。ここもまあ使いやすそうな感じで、アクティブスキルはおフルブーストか、結構いいじゃないですか。魔物でブーストにしてくれるのなかなか珍しいような、気がするんですけども、ノーマルスキル1がサバトベイビー、闇2枚で闇属性の大ダメージ、単体ダメージですね。うん、でノーマルスキル2がエンドレスナイトメア、風と光と闇で、風属性の絶大ダメージを与える。でさらに単体に攻撃力かける1倍の風属性ドレイン、風属性ドレインか、おこれも風属性ダメージなんだね。というかね、これパネル的にはあのゆかり BD2016 と相性良さそうな気がするんですけどね。あのゆかり BD はあの風と光で光属性ダメージかなんで、結構多色向けの感じなのかな。うん、ってことはまあ追走ファティマとか通常 あの再生ファティマとかと相性良かったりするかもしれないですね。うん、でリンクパッシブはカウンターですね。50% の、闇属性攻撃で相手に返すことがある。発動率 10% なんでかなり低いですね。うん、どっちかというと、まあ、ベースの方が使いやすそうな、感じはしますね。はい、そんなとこです。今回4つの氷ね、まあ、完全初見だったので、オーバーキルなところいっぱいありましたけども、まあまあ、ちょっと、もし思いついたら、また今回神級なんでね、簡単攻略もちょっとやっていけたらなと思うんですけども、なんか、いいパーティーやったらちょっと紹介していこうかなと思います。はい、ということで、今回は4つの降臨ですね。ツイソパブロフ、ロジン、ティターニア、バルブルギスの降臨クエスト、一通り初見でやっていきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。お疲れさんです。バイバイ。